日本の大将は新世代を象徴するこの男。もう頭振ってバーンだけで多分いけると思うんですよね。タンクトップマスター東周平。誇るはタンクトップからあふれる美しいボディ。しかしその肉体は見かけだけじゃない。 MMA を主戦場として戦い、パワーファイターとして海外でも活躍する。そして活躍の場は格闘技だけにとどまらず、 YouTube の世界でも人気者。チャンネル登録者数185万人を超えるユーザー数を誇る大物 YouTuber 寿司ラーメンリクの動画にも登場する。相手の続き全く聞かないと思うんですよ。続きもらってどうとか何と思ったよね。むしろどんどん打ってこない。この間やってたあのヘビー級の選手いたじゃないですか。バンバン当たって来い来いってやってた、あれぐらいやりたいですね。はい、どんどん来いって言いたいです。時代の先端を行く男がラウェイの歴史に名を刻む。迎え撃つミャンマーの大将は超新星、無敗のプリンスオブラウェイ、トゥン・グインウォー。ミャンマーラウェイ界が次世代エース筆頭と口を揃える若き戦士。その笑顔とは裏腹に、試合では相手を血の海へ沈めることに容赦はしない。微笑みの超新星は誰が相手であろうと無敗のまま突き進む。てかもう続きが一番硬いんですよ。僕は頭超硬いんで、続きで一発でいけるんじゃないかなっていうのがあったんで。 MMA 新世代とラウェイ新世代がこの日本で雌雄を決する。ミャンマー VS 日本3対3対抗戦最終戦、トゥン・ルインモー VS 東周平。さあ日向さん、はい、東の体も見事に仕上がってますね。すごいですね。東のね、相当リカバリーしてますよ。ああそうですか、はい、昨日の軽量より相当大きくなってるんじゃないですか。なるほどね、なるほどね。でもタンクトップは来てこなかったんですね。来てこなかったです ね、 そうですね。タンクトップマスターの愛称のあるこの東なんですが、見事な肉体美を披露して、そして今やりダンス。七重さん、はい、また18歳ですよ。18歳、若さが出ています。若いですね。ピカピカしてますね、はい、ただこの無敗のプリンスはもうすでに向こうでも認知されている実力者。日本に来たのは、日本はこれ初参戦ですか。あ、2度目ですね。2度目勝ってきてます、勝ってきてますね。2016年2017年ラウェイ世界選手権2連覇中です。お、実力派トゥン・ルイン・モー。さあモーの立ち上がり、そして東の立ち上がり、1ラウンドラッシュ、腰を取っていく。身長はややルイン・モーの方があるかもしれません。しなやかな体です。一方東前に行きますね。これ日向さんね、はい、いやそれがいいと思いますよ。いいですね、前に行く東。やっぱフィジカルでどんどん押し勝っていくっていうのがやっぱ理想ですよね。はい、でこれ控えの部屋ではこれ日向さん、はい、やっぱりあの前の試合の戦いぶりとかやっぱりチェックしてるもんですか。いや、してるんじゃないですか、やっぱり。ああなるほどね、腰を取りに行きました。いいですね。いやー面白い。これ新田さん、はい、東も今日メインを張るわけなんですが、そうですよね、これは楽しみですね。初参戦ですからね、本人はもうラウェイが楽しみでしょうがなかったって言うんですから、その意味合いで言うと念願かなってのこのラウェイ。じゃあ徹底的にやってほしいですね、はい、メインにふさわしい殴り合いを、はい、
そして時折おそらく狙ってるでしょう、頭一発で決まるんじゃないかなという言ってましたもんね東ね、はい、連打でまずは感触をつかむか、前に行くのがこれ東いいですね。チュンルイモはすごいこう無栄体できますね、はい、ミドル蹴ってロー蹴って前蹴り蹴って、うんうん、でガードが東選手低いんで、ハイキック狙ってるんですよ、で相手が来たところにカウンターでパンチ合わせたりとかしてるんで、東選手意外にヒットしてるんですよね、攻撃もらってるんですよ。あ、そうですか、はい、さあ東前に出てるようだが実はもらっていいという今の、いやだ、しかしパンチ、はい、あまた挑発をする18歳、ルイモ、テンドイモ、もうもやっぱり気持ちは強い、左ハイ、はい、狙ってますね、ハイキック、なるほどね、今度は逆、東の左、お東の笑顔、いいですね、今のフック、ああやって巻き込みたいですよね、はい、これは右、ロー、第1ラウンド、面白い展開になりました、互いに挑発をする、互いにそれを警戒する。非常に面白い間合いを詰めて東、思うようには先ほどよりもしかし前に行けなくなったか、逆にトゥンルインも東行く、ここで頭突きとかしたいですよね、ここでね、離れ際、しかし東の表情は楽しそうです。1ラウンドが終わりました。いや面白い、七井さん、はい、1ラウンドどう映りました？すごく緊迫感がある試合、1ラウンド目でした。キレ、なんか体が切れてますよね、なんか軸が2人ともすごくしっかりしてるなっていう印象です。強いですね、これは面白いカードになりました、はい、日向さん、はい、本当にいい立ち上がりになりましたね。そうですね、フィジカルで勝つ東選手と、やっぱりこうメタイベースでちょっとテクニック使うチュンルイ選手、いやなんか面白いんじゃないですかね、はい、そして新田さん、はい、相変わらずラウンドガールは綺麗ですよね。ラウンドガール綺麗ですね、なんでそういうとこだけ僕にテクニックの話じゃない、まあいいんですけど、いやいや、はい、新田さん、この1ラウンドを見て、はい、両者の戦い、これこの後が楽しみになりました。そうですね、やっぱり、まあ、もうお互いに技を持ってますから、どうぶつかり合っていくのか、でお互いに時折ニコリって笑うでしょ。そうなんですよ、楽しんでますよ、楽しんでますよね、楽しんでるのか何なのか、でも相手を見つめる目線というかその火花っていうかすごいですよ、やっぱりこれはね、2分間のインターバル、その中でちょっと気持ちを整えます東周平。トゥンルインモーはご紹介した通り2016年2017年のラバイ旋回選手権の2連覇中のいわゆる超強豪です。10代にしてラバイ次世代のエースと早くも呼ばれている逸材。どれだけの次世代が控えてるんですかね、やっぱりね、選手層熱いんでしょうね、楽しみです。これマナエさんがミャンマーに行った時って、はい、やっぱりお客の熱気もさることながら、はい、こういうのって国技だなっていう、なんか印象に残った感じあります？あ、子供たちもいっぱいいたので、あ、なるほどね、はい、お客さんもすごいやっぱ熱気が本当にすごかったですし、なるほどね、やはり国技だなって感じ で盛り上がり方もやっぱり日本と同様なんですか、それとも日本以上なんですか？日本以上ですね。あ、やるね。さあ2ラウンドが始まりました。肘落とすねどっちが効いてんのかな、肘が効いてるのか、それともあの落としたことが効いてたか、いい試合になってきましたね、東のフィジカルはしかしすごいな。さっきの縦肘でちょっと左のところちょっとちぎれてますよね、はい、すごい連打、足を取る、足を取る、いい浴びせ倒していったのは東周平、すごい変形しますね、はい、さっきは縦肘ですね、ですね、はい、鋭いナイフみたいな、うん、はい、右狙ってきた、左、はい、東余裕があるぞ、でも狙ってくるのはトゥインルインも、もうのパンチ、東のパンチ、お互いに譲りません。さあ今度は東ヒットして下がる、
もう一度左右。いやー効きましたね今ちょっと。もうのパンチが効いている。左右の今度はロー。この選手すごいバランスいいんですよ。パンチもできるし、肘もできるし、蹴りも破壊力あるんで。あーなるほどね、はい、左や肘膝を狙っていきました。ジャンピングで膝を狙っていた東、トリッキーな動きにも出ています。来いよ来いよと。18歳、もうボディーも打ち上げてきましたね。余裕が出てきました。右、右のストレート、トゥントゥインもパンチが入る、パンチが入る。左ハイキックは空振り、押されかけちょっと、いやいや押されかけ東、顔面もちょっと腫れてきました。かなり腫れてきました。パンチ、やっぱ何かね流れを変えたいですね。はい、東の続き、東の続きが出た。ちょっと当たったかな。ちょっと今目に入りましたねストレート。はい、ここ投げたいな。投げられるか、投げ技ありの東。肘を使ってきた。この辺りも小さく細かく、うわ嫌な嫌な動きをします。嫌な接近戦ですね。本当ですね。晴れが両者ともにひどく当たっていますが、東がこのようになりました。もうも左目かなり晴れてはきています。東が押した、パンチを食う、小刻みに。ここは離します。レフェリーです。今第2ラウンド終わりました。いやーこれは日向さん、はい、2ラウンドはどう映りました。いやトゥンルイモのちょっと押し気味ですね、はい、押し気味というかだいぶやっぱ取ったといえばそうですね、つけるんだったらトゥンルイモですね。やっぱもう躊躇なく今はパンチを振るようになってきたんで、倒しに来ましたよねだんだ ん、 様子見の段階から。なるほどね、はい、これ高橋さん、はい、やはり2ラウンドはトゥンルイモ、はい、うん、そうですね。東選手は投げを狙っているのかバックを取ったりしてるんですけど、私も狙ったんですけどなかなかうまく投げられないんですよね、試合前はバックドロップ出すぞと思って、はい、想定してやってたんですけどなかなか実践になると難しい、はい、我々の感覚でいうと七井さんが掴んでそのままバックドロップっていうイメージは湧きますけども、はい、それはできにくい。やはり、はい、防がれますね。あ、なるほどね。それがね、もう通過にできたらいいんですけどね。なるほどね、はい、これ新田さん、はい、しかしこの後の東がどういう風に巻き返すか楽しみですよね。でも初参戦でしょ。そうですそうです。いやそれにしては、うん、すごい健闘してるし、うん、いい試合してると思いますけどね。適応能力高そうですね。すごいですね。だってやっぱりこのグローブなしのこのルールでこれをやっぱり最初に戦うってそりゃ戸惑いますよ、で本人は後楽園ホールも初めてなんで、そうらしいんですよ、僕は全部初めてなんですよって言ってましたね。すごい楽しそうに戦ってますね。楽しそうですよね。とにかく初ラウェイ初後楽園、自分にとっては縁起がいいんです。とにかく不敗のチャンピオン、初めて黒星をつけるのも僕ならいいなという、そういう初物尽くしができるかどうか。なるほど。さあ楽しんでる。いよいよ第3ラウンドです。さあでもいけ、東のパンチ、東のパンチはガード、左足モーのキック、東が行く、また前に出始めたか東、右ローパンチ左右、届かない届かない、東のパンチ届いてない。間合いを詰められたか東、ちょっと今やっぱ引いて打つパンチと、はい、前に出て打つパンチっていうのはやっぱり違うんです、質が、体重が乗るんですよね、前に出て思いっきりパンチを打つ方が、やっぱ引くとやっぱりパンチの力が逃げてしまうんで、やっぱちょっとこういうパンチもらいすぎるとちょっと危ないですよね。どちらかというとトゥンルインモーの方が前に出た踏み込んだパンチですよね、はい、思い切って打ってますね、回り込んで、これは東がうまくかわしていきました。いやこれ届いてないパンチ。ミャンマーの選手は体幹がみんな強い感じがします、はい、あーなるほどね、はい、打てないですね、
これでも高橋さん、はい、決してその筋肉のマッチョのいわゆるトレーニングじゃないですよね、この体幹の鍛え方ね。違いますね。違いますよね。なんでしょうね、この柔らかさ。ちょっと修行に行きたいですね。あいよいよ何か。そしてまたリングに上がっちゃいました。これは宣言と受け止めたいところですけどね。いや見てるとどうしてもなんかうずうずしてしまいますね。あなるほどね、はい、いや今度はどうだ、本気取って東頭をつけて頭へ続き、おーでも気をされた、大丈夫か東、大丈夫だ、一気に押し込まれました。パンチこの右をちょっともらいたくないですね。もらいたくない東ロースラー、飛び込みたい東、それを許さないクックインも右のストレート並びに左のこのミドル、いいパンチしかしかわしてタックル、まだ東の表情には余裕があります。パンチで来るのはスイングインも、さあ東回り込んで何を狙う、圧力をかけてるのはもうの膝、もうの緑、もうの膝、東のパンチは届かない、前蹴り右の、危ないですね、ガードが下がったのでちょっとそこが危ないですね。今第3ラウンドが終わりました。日向さん、はい、このラウンドはいかがですか。そうですね、ちょっと本当、まあ、防戦一方になってきたんですけど、東選手があのルールが違っていて、MMA だったら東選手の方が強いと思ったんですよ、僕は。もう簡単にやっぱテイクダウンできたりとかもできるんで、はい、でもこれらはラウェイのリングなんで、この立って殴り合わなきゃいけないっていうのはやっぱり武器が多いトゥンリモのやっぱり有利になってますよね。やっぱ蹴りも、はい、蹴りもいいんですね、いいですね、すごい本当にロー蹴ってミドル蹴って、まだ18歳っていうのはすごいですね、はい、そして無敗のプリンスというのはこれ伊達じゃないですね。素晴らしいキックとパンチを持っています。いやー高橋さん、はい、まあしかしラウェイのミャンマーの選手っていうのはあの蹴りは無知のようにしなりますね。そうですね、なんか小鹿って言ったらなんか言い方が変な、なんてなんか、カモシカとか、カモシカですかね、はい、カモシカ、小鹿だとなんかあれ、立てない、プルプルしちゃう、プルプルしちゃいますもんね。あの生まれたてのね、カモシカです、カモシカにしましょう、はい、しかしこのこれ聞きましたね、来ましたね。でも東選手だから立ってると思いますね、うん、本当に。東選手とさっきのパッキャオリンナインの方がちょっと見たいですよね、はい、見たいですね、確かにね、はい、それぐらいだったら多分すごいいい勝負になってたんじゃないかなって今思ってます、はい、もうこの映像というのは実は後ほどになりますがミャンマーナショナル TV MNTV でも地上波でミャンマーでは流れることになっています。それも特番が組まれるんだそうです。その意味合いでいうとこのメインのこの試合というのはかなり注目度の高い試合になるはずです。選手も気合入りますね、気合入りますねこれね。さあいよいよ4ラウンド、2分のインターバルで東どこまで回復した。相手は18歳無尽蔵のスタミナ、いいパンチ東、放送席にも汗が飛び込んできます。いいパンチ、はい、ここで蹴りを使えるのはでかいですよね。なるほどね、あの蹴りがあるから飛び込めない、はい、蹴りがあるとやっぱり注意が、そちらに行く、はい、行ったりするんで、だからパンチもより入ったりローキックがより入ったりするんで。なるほど、でも東選手はでも腹くくっても打ち合うしかないですからね、武器がこれしかないんで。東笑っている、東笑っているさあ周りを詰めて東パンチ、右のノー、東パンチ、東パンチ、東押し込んだ東、さあ狙いは最終的には突きに持っていきたい東、どうするパンチ、さあ東、これはトゥンルインモーがちょっと押されている、いやもう行った方がいいですね、右のロー、距離取っちゃうとローキックで効かされちゃうんで、はい、
うまく結構もらってるよね、ローもね、はい、これね、強烈強烈、ダウンではありません、足払いになりました。もう一回このローが結構入ってます、はい、いやでも東選手フィジカルが強いですね、本当に、スタミナもありますね、はい、右のロー空振り、よく練習してると思うんですよ、本当に。なるほど。やっぱパンチも今なんだかんだコツ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 入ってるんで、チュンルイモの、あの顔がやっぱ張ってきたんですよね、小さいパンチがコツ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 入ってるんで、あれが効いてくんですね、はい、右のパンチ、今度は東、ただもうローはもらいたくないですね。さあもう一回飛び込めた東、左ハイ、左ハイ、東のパンチはストレート、もう一回狙っていく顔面、右のローで応酬、この右のローが厄介、東いいですね、いいですね、それでコツ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 やっぱ効いてきましたね、はい、さあ東のパンチが効いてきた、相手の顔面が少しずつ顔面が変形、いやいいジャブです、いいジャブ、はい、いい感じで東、いい感じで東、しかしトゥンドゥンもさすがに強さがあります、無敗のプリンス、右のロー強いっすね、いいパンチ、あ右のロー、さあパンチ東、さあこれはすごい、右のロー、右のローの連続、右のロー東要注意だ、左足がかなり乱れている、しかし第4ラウンド終わりました、いやーいい試合になってきましたね、いい試合だ、最高の試合になりました、あのローをもらわないようにするにはどうしたらいいんですかね、はい、いや東選手は最初はステップワークで避けてたんですよ、でもやっぱりパンチが当たるようになってパンチの距離に入っちゃうんでどうしてももらっちゃいますよね、パンチの打ち終わりに今ロー蹴ってるんで、まあ、逆にトゥンルイモはあえてパンチを打たしてる代わりにロー上げてるみたいな、だけど東選手も全然体力的にはすごいですね、いやすごいですね、本当に思いました、東の5ラウンドってのはこれどういうことが予想されますか、日向さん、いや逆転の可能性はやっぱ倒して勝つだけですよね、やはりあの顔面をパンチで狙うという、はい、あれが狙いですね、あちょっと今もう左足はもう正直もうほぼ効かなくなってきてるんで、あといい蹴りをもらったらちょっと足動かなくなっちゃうと思うんで、距離を潰すしかないですよね、なるほどね、あとステップワークで避けるか、もう左足を今懸命にアイシングしてるんですが、あの腫れはちょっと引きようもなくかなりのダメージを受けてることを物語っています、まあでもあとねラストラウンドだけね、はい、で一方こちらがトゥンルインモーの表情です、顔面の腫れはかなり目立ちはしましたが、まあ、これも想定内か、第5ラウンドどういう戦い方をするのか、まあでもローだと思いますよ、うん、足を壊しに行くかなと思います、ね、あのやはり右のローね、はい、あーやっぱ徹底してるよね、はい、そのね、さあ壊れてしまうのか東、それとも相手を壊してしまうのか東、いよいよ運命の最終ラウンドです、やるかやられるかですね、本当ですね、もうラストラウンドだからもうガンガン行ってもらわないと、うん、運命の3分、東頑張れ、ありがとうって言ってますよ、すごいですね東は戦いを楽しんでいます、はい、さあ東いった東いった東いった東倒す、肘もうまく入れていってます、そうですね、はい、右のロー、東ひるまず、東ひるまない、相手は当然右のロー、相手が入ってきたところに左の縦肘合わせますよね、はい、東がまた詰めたパンチ、そして放送席の前、かなりの汗と滴り落ちているその水、放送席にはちょうど水分が来ました、さあ東右足どんどん前に出た方が僕はいいと思うんですよ、手の前パンチ、いいぞワンツー、いいぞ、効いた効いた、うん、ナイスパンチ、うん、顔面効いてるぞ、さあ東が押し込むか、東がいいぞ、しかしトゥンルインも周りを詰めて右の
東がもう一度懐に飛び込めるかどうか。間合いを詰めていくのが東。いや東選手相当いいですよ。いいですか。はい。ラウェイ経験がないだけで、うん、経験を積んだらこのリングで全然十分に戦える素質ありますよね。あ、なるほどね。いや気持ちが強いですよ本当に。強い。右、これも挑発します。トゥンルインも東行く、東行く。トゥンルインもってマウスピースしないんですね。あ、してないですね、はい、これは日向さんどういう効果ですか、しないというのはあえて。いや、何なんですかね、あの嫌いなんですかね、マウスピース。あー、右だ、右膝、右膝、惜しい。今のは東、もう一回いけるか。あーと、パンチ。しかし互いに倒れません、互いに倒れません。すごいね、ラストラウンドでああいうの出せるんだもんね。すごいですよ。押し込む、もう一回東、詰めたぞ東。お、これはいいですね。膝、まだあと30秒あるぞ東。狙ってくか東。さあラスト30、東の右。おー、ナイスロー。トゥンルインモはもう手数なし。右の、はい、ミドルが来た。あと20秒攻めてほしいですね。東来た。膝はちょっとうまく当たりませんでした。さあ時間が少ないぞ、あと10秒。殴り合いだ。東行け。おー、いいっす。最後の力を振り絞って、最後の力を振り絞って両者。おー、膝今ゴング。素晴らしい試合。いやー、いい試合、いい試合だ。素晴らしい試合。試合終了。東恐るべし。最終ラウンドまで勝敗が決しませんでしたので、この試合はドローとなります。美しい光景です。素晴らしい戦いを称え合う2人。最後まで肉声を、すごい選手が出てきましたね。出てきましたね。東周平、記憶に残る試合。トゥンルインもこの人にとっても大事な財産になる試合です。ラベージャパンは本当東選手と契約した方がいいですね。もうそこまで日向さん。あ、まずはトゥンルインもやはり無敗をキープしました。日向さん、いやでも本当僕が見てきた中で一番東選手がラベージャパンを見せてくれました。そうですか、はい、そうですか。そしてその今日向さんの絶賛高評価、最高にラベージャパン向きの男、この試合は東周平と二階俊博幹事長より自由民主党幹事長杯が授与されます。はい、東は戦う前に、勝敗の最後のラウンドの前にありがとうって始まります、はい、そして今この称え合った復興権で格闘家としてはどう映ります。あのもう本当ラウェイに続いてるみたいな感じ。勝者も敗者もなく、お願いいたします。もう勇者、勇者であるっていうことの表れだと思います。最後のラウンドの前にありがとうって相手に言えないですよ。これね、はい、いやすごい人がまた一人出てきました。ラウェイの舞台、なんか気持ちいい顔してますよね。新田さん、最高。またこれ今年でラウェイ、これ日本大会最後なんですね、はい、来年楽しみ、楽しみですね。どんどん面白くなりますね。どんどん面白くね、やっぱりいい選手っていっぱいいるんですね。そうですね、頼めてるんだな。いや東選手よかったね。さあお互いに健闘をたたえ合って、そしてお互いにダンスをしながら もう照れくさそうにやってるのは東さんです。東選手しかしながら見事な戦いを見せてくれました。一方18歳、無敗のプリンスは今日も無敗、14勝10分けとなりました。ラウェイ、トゥンルインも